今回このプロジェクトを立ち上げるときに、大の大冒険らしいバトルはどういうところなのかっていうところを、まあ、すごく議論したタイミングっていうのがありました。で私自身大の大冒険がコミック連載当時私中学校2年生ぐらいだったんですけれども、当時読んだコミックの中ですごく印象に残っていた、扉絵っていうのが1枚ありまして、まあ、フレイザードと決着をつける回の、まあ、今全てを切るの巻っていう話数があるんですけども、そちらの扉絵がすごく記憶に残ってまして、この絵っていうのは大ポップマームとゴメちゃんが勢いよく前にドンと揃って飛び出すような絵なんですけれども、で今見た時になぜこんなに記憶に残っているんだろうっていうのを考えまして、やはりなんだろう、仲間と一緒に、信頼関係を築いて、勢いよく前に、突き進んでいくだったりとか、おそらくその前にはすごく強大な敵が、立ちはだかっているんですけれども、まあ、それに臆することなく正面から勝負を挑んでいくっていう、まあ、そういう元気だったり勇敢な、姿、そこにちゃんと仲間との絆が入っているっていうところがすごく大の大冒険らしいなと思いまして、まあ、これは実際のゲームのバトルの中でも体験できるようなゲームにしたいと思いました。今回バトルシステムでは、大の大冒険らしい熱い戦いを体験できるっていうところを重視しつつ、かといって、まあ、すごく難しいゲームにするのではなくて、まあ、簡単操作で直感的な、操作感の中ですごく熱く戦えるっていうところを意識しています。で、まあ、入り口の部分はすごく簡単に楽しめる、ド派手なバトルっていうところにしてるんですけれども、まあ、そこからですねちゃんと奥に進むにつれて、まあ、例えばこのボスはどうやったら倒せるんだろうとか、まあ、この敵を倒すためにはこういう修行をしないといけないねだったりとか、まあ、すごくやり込みがいのある、懐の深さっていうのも両立することを意識しました。まず大の大冒険のゲームとして、まあ、原作のドラマっていうのを忠実に体験できるっていうのは非常に大事だと考えています。なので、まあ、大の大冒険を、しっかり楽しむための、竜の奇跡っていう原作を追体験するモードと、あとはプレイヤー自身が、主人公となって、まあ、ミラドシアと呼ばれるオリジナルの、世界の中で冒険をしていく絆の旅路っていうような、世界観っていうのを考えました。今回の設定を考えた時に、三条先生、稲田先生のご監修もいただいて、非常に素晴らしいアイデアを、たくさんいただけたと思っています。また今回三条先生、稲田先生のアイデアをいただく際に、当時両先生が大の大冒険の世界観やドラマっていうのをどういうふうに作られていったのかみたいなところの考えにも触れることができて、原作のファンとしても本当に感動しながらゲーム作りっていうのを楽しむことができたと思っています。アバターシステムですが、まあ今回プレイヤー自身が、自分自身を主人公としてゲームに入っていくっていう、その足がかりになるすごく大事なシステムだと思っています。ダイとかポップ、マームたちが、まあ自分と一緒に冒険してくれるっていうような体験っていうのはすごく想像をかきたてられると思いますし、まあ原作の中ではハドラーとは拳を交えて認め合うことはあったんですけれども、まあ、ハドラーは別に仲間になるわけではなかったんですね。まあ、これがゲームのオリジナルの世界の中では、まあ自分自身がハドラーに認められて共に戦うようなシチュエーションっていうのも出てくるかもしれないので、まあぜひ、そういった部分も、想像を膨らませて楽しんでいただければ嬉しいなと思っています。原作の盛り上がりを最高潮にする大木シーンはゲームにおいても最大の見せ場の一つです。それらをゲーム画面上で再現するため、アニメーションチーム、エフェクトチームがそれぞれ創意工夫を行っています。アニメーションでは 3D モデルを使用しながら平面的なアニメのような表現をするということを意識しています。つまり 3D 的空間の整合性を必ずしも守るのではなくて、カメラから見た際の絵を重視していて、つまりはキャンパスに絵を描くイメージで制作しています。また映像を見ていただくと気づくかと思いますが、顔の角度や体の挙動など秒間30フレームすべてで均等に動かすのではなくて、カメラ内のパーツが残るタイミング、シルエットの変化など絵をしっかり見せる部分と潔く飛ばす部分といったメリハリを強く意識して各フレーム単位で調整をしています。そのこだわりが強く出たのが大の大冒険の看板技であるアバンストラッシュです。制作初期の段階で一定のクオリティには達していたんですが、終盤に近づき先ほどお伝えした技術を習熟した段階で改めて見てみると、もっとよくできるという思いが強くなり、根底の段階から再度作り直すということもしています。セルアニメの制作現場では広く用いられている
連番アニメエフェクトや画面にグラデーションを入れるパラフレアといったノウハウを有効活用しながらも、そればかりに意識することではなく、 3D ならではの立体的な見え方や動的なライティングをミックスして表現力豊かな絵作りを行っています。原作大の世界を包む生き生きとした空気感というものに馴染むように、活力あふれる形でエフェクトが現れて、けれんみある演技を行い、そして消えていく。エフェクトに対して演技という言葉を使いましたが、これは実際にゲーム画面を見ていただくと、そのシーンもご理解いただけるかと思います。こちらもアニメーションチームに負けず劣らず、各フレーム単位で調整して、その最後の一コマまで気持ちを込めて制作しています。キャラクターモデルの制作にあたっては、ファンの方々が大好きな大の大冒険らしさが出るよう、漫画アニメ的なイラストがどのような表現の上に成り立っているのか分析して制作に取り組んでいます。例えば漫画のような表情豊かな輪郭線を描くために、立体としては破綻した形状をあえて使ったり、アニメ的なシャープで鮮やかな色彩が再現できるよう独自のライティング表現を行うなど、一般的な 3DCG のセオリーにとらわれず、さまざまな工夫を盛り込んでいます。また本作最大の見せ場でもある奥義シーンを中心に、ゲーム世界の中で大たち多様なキャラクターが息づいて感じられるよう、一人一人の表情にも力を入れて制作しています。そして本作は大の大冒険のオリジナルキャラクターだけではなく、ドラゴンクエストシリーズのモンスターも多数登場します。歴史あるドラゴンクエストのモンスターたちをアニメ的な表現に落とし込むにあたり、単に情報を削ぎ落とすだけではなく、さまざまな表現を取り入れることで、本作のアートスタイルの中でそれぞれのモンスターらしさを表現するチャレンジを行っています。今作では大の大冒険のキャラクターを描くにあたって、色彩豊かなアニメ的グラフィック表現の中に、稲田浩二先生の描く原作漫画のタッチが感じられることを目指しています。アニメから新しく入られた方だけではなく、昔から大の大冒険が好きなファンの方々にも納得していただけるビジュアルを目指して制作に取り組んでいますので、ご期待いただければと思います。盛りだくさんで、お送りしてありましたが、皆様いかがだったでしょうか。ドラゴンクエスト大の大冒険魂の絆は世界同時展開で、英語、フランス語、繁体字、そして日本語の対応で2021年の秋に、ローンチ予定となっております。なんとドラゴンクエストシリーズを考えても世界同時展開というのは初めての試みになると思いますので、皆さんお楽しみ。ここまでご覧いただいた通り、全力で開発中でございます。それでは皆さん、秋をお楽しみに。バイバイ。